うちたま、うちのたまにおやつ作りませんか。バラエティテンションから焼き芋食べに行かないって言われるの怒られてだって焼き芋好きじゃない。いや好きですよ。そうそう、何時間もあっという間にいつも過ぎゆくんです。そうなんです、ね、そういくらでも話せちゃう感じなんですけど、はい、最初のテーマアフレコ前と今で印象が変わったキャラは、はい、どんどんと崩れたりあれを吐いたりとか、そうだね、あれが増えたりとか、ね、まさかあんなにハードなアドリブをぶちかましてくると思わなくてうわって飛びついてきて、そう、ね、私の耳の裏をねって書くの。うちたまにあるまじき感動会がさ、ね、ドラマ CD 皆さん聞きました、ちゃんとあれが全ての物語の方向性を決めたと一応可愛くなきゃいけないんだなっていうのは食べたくなるにゃん映え猫おやつ対決。かなちゃんと私がそれぞれ、はい、ペットだったらおねだりしたくなるおやつをテーマに、さまざまな食材や色とりどりのアイテムでですね、おやつのデコレーションに挑戦していきます。グルテンフリーのやつとか米粉のやつとかで作ってる印象だった。あ、そういう生活がしたい。めっちゃ食べる。はい、よくいただいたですか。おいしい。お、発売されるとき 4DX になってるかもしれない。このまだらが猫っぽくない？ママ、私ビーフジャーキー焼いていい？いいよ。ちょっとアーティスティックになってきたぞ。見て見て、こっちは綺麗に焼けたよ。そっか、これを見て決めるのか。そうだよ。いけるな。いける。いけるな。いける？